やってきましたよ、コスモスや。中国語やと宇宙広場になるんですね。結構まんまでした。ね、大好きな富田岡市のね、近鉄の車両もね、入ってきてますよ。ということで、うわもう先が。あ、一応、廃止設備はあるんだ。なるほどな。あって、はい、で、ターンがね。なるほどな。あ、ここは、え、地下なんかな。いや、一回引っ越してに入るんですね。あ、放射線用なんや、ここも。で、ミスったのは、ニュートラムは、真反対やったみたいですね。ダブルダウン。ダブルダウンでワンアップない。なかなか思うよ、こういうね。ダブルダウンでワンアップ。ここはできる。乗り換えはできません。まあ、一回上上がりましょう。うん。まだまだ余裕ありますからね。あ、でもあそこ惜しかったな。あそこでも駅前から近いですし、いいですね。やっぱね、ああいうところで、大阪の味。あ、ちなみにうどんとセットで820円ですからね。このご時世にぼんやりとうどんのセットが820円やもんね。いや、安いよなぁ。そうやな。俺、うどんもつけたの。うどんもつけたの。すごいな。で、ここは、普通に出てんやな。よし。はい、順当に、まあ、一息だけ、順当に埋まってっておりますよ。で、こっちがニュートラムなんや。なんか普通は、出やんでもそのまんま、乗れるはずですけどね。で、こっちは何があるの？出口2、3、どっち行こう？ 2 かな？ 2 か3か言われたら2かな？これでニュートラムで住みの恋の方に来るんですって。まあ、まずは、これが何でしたっけ？先島ね。あ、そう、これで先島ね。でもなかなか、そうですね。で、これは、いろんなところに行く。これはホテル直行バスとかも出とんのか。へぇー。あ、で、北行バスの方に行くやつもあるんや。へぇー。フェリーの発着場としてはあっちが有名かね。大阪南港の方がね、結構よく出るのかな。日本、太平洋フェリー、サンフラワーとかあっちの方はね。あっちの方が行きますけど、北港もあるんですよね。南港があるっていうことは。日立造船専用シャトルバスとかあるんですね。で、朝の時間帯とかすごいな。へぇー。で、パンスターフェリーね。大阪フェリーファーターミナルからどこに行くのこれ。コスモスクエアの、ターミニョル。普通にターミナルって書いてあるだけですね。ターミナル、よく。どこに行くやつな？サンスターライン。行き先書いてねえの？ただ、これ、コスモスクエアって、そのままカタカナのやつ、そのまま書いただけですからね。これだけ駅をそのね、韓国にしてますけど。これもフェリーターミナル駅になってますね。港にはなってないや。よくわかる。まあいいや。別にわかるっていいやろうね。おい、韓国の方に国際便があんの？そんなんあんの？国際フェリーターミナル。国際フェリーターミナルですからね。
で、まあハングルでわざわざ中国の案内なくてハングル入れたりとかそういうことですよね。あとでちょっと調べてみよう。プサンかそのあたりでしょうね。で、サークルバス。結構いろんな、なんか、この、なんだ、サークルバスってところがあるの。ああ、それと変えないと、ずっと回ってくのね。なるほどね、難航ビル。難航のフェリーターミナルはこれか。ATC やね、確か。そっちは、あ、そっかそっか、ニュートラムで行けるからな。はいはい。サンケート、舞島方面ね。ホテルクラシア大阪の方ね。どこする？で、こっちはこっちで。ポートタウン東、国際フェリーターミナル前。すごい。そんな、そしてそんな坂に止める。すごいな。いろいろと突っ込みどころ満載だけど、海きれいそう？さてはこれ海がきれいなパターンじゃね？そこ海やろ？そこってか、それは海の端っこないんだよな、コスモスクエアなんて。ATC はそれアジア太平洋トレードセンター。そう。すごいなぁ。うわぁ。でかいなぁ。暑いけど、階級ってなっとる。逮捕頑張ってんのかな。すごいな。めっちゃ海辺のあれなんやね。ここが国際フリーターミナルはちょっと遠いのか。サンフラワーターミナル、そうやね、こっちが南港やね、いわゆる。で、こっちが北港。まあ、同じようなあれですけど、あることも、まあ、ちょっと大変な距離ですもんね。で、こっちの方行くなら、このニュートラムで行くと、こんな感じですね。今、こっちで来た感じですね。ん？どっから来たんや？中埠頭駅、コスモスクエア駅、こっちの方、こっちの方からあれが入ってきて、今ここで降りて、またここからニュートラムで、スーッと先の方に行けますよっていう感じですね。まあ、意外と公共施設とかそういうところばっかしなんで、あとは、意外とビルとかなんでね、あまり、うちらが
見れるようなところあまりないのかな。これの海浜緑地ぐらいかなってところなんでね、早速金剛学園なんだ、金剛さん、金剛さん、なんでこんなところに学園作った、まあまあ行きにくいぜ、どこに作ったの、あ、でも住宅なんかも結構あるんですね。へえ、結構潮風がきついんで大変そうだけどな。まあでもそっか、こんだけいろいろな商業ビルっていうか、オフィス街もにもなってるし、国際的なね、国際取引をするところはね、結構こっちの方に、事務所を構えるところもね、メリットが大きいですから。なんでこんだけパッと見渡してもこんなにも船がいますからね。もういくらそのフェリーをある程度見慣れてるね、四日市市民とはいえ、やっぱし規模はでかいっすよね、大阪。うん、やっぱりじゃあオイルタンカーはね、結構やっぱ相当な規模で来るんで、別にそのし、まあ北の方はまあコンテナ船もまあまあ来るのはもちろん来るんでね、うん、うん、その船を見てわあ船やーとはなりませんけど、さすがにね、うん、見慣れてはいますし、なんならその配達で港側の方配っとったね。でもオイルタンカーの方だったからな、コスモとか昭和石油とか昭石さんとか、あっちの海側のあのいわゆる普通の人がね、一般立ち入り禁止のあのガスボンベとかがわーって並んでるところにね、事務所からね、詰め所がねポーンとあってね、そこに荷物があったりするとね、なんかすごかったですよ。あの固定区間、さっきやりましたけど、固定区間の規模がすごかったですもんね、あの辺り。ぐるーっと回って、で、ストーンと行ったらいけるのかな。ですから、あんまり離れすぎると、今度、戻ってくれんくなるか。金剛学園ってどこに作ったんだよ。すごいな。